こんにちは、田中義晴です。今日はジムの様子を久しぶりに流していきたいなと思います。できるだけトレーニングの情報も出していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。会員の方からお土産いただきました。顔が NG な人は言ってね、モザイクかけるから。ようやくちょっと1個空いたので、ようやくの時間が空きができました。この時間の間に、トレーニングのバインダーまとめたりとか、次のプログラムの、予定を、立てたいなと思います。乗せていいんすか？
ですか。日本代表戦です。今日の指導が全部終わりました。これから片付けをして、ちょっとバインダーとか、その辺の今日のトレーニングのまとめをして、終わりたいなと思います。で、まあ、スポーツを趣味でされている方も多いですし、学生でまだ競技を、してやっている方も いらっしゃいますし、あと健康づくりで体力づくりをしたいと、体力をつけたいという方も、様々な目標で来られています。その人に合ったトレーニングをプログラムを提供してますので、ぜひ興味がある人はインスタグラムや、そういったツイッター中、YouTube とか、そういったものありますので、そういったものを見てもらって、もっとジムの中を見ていただきたいなと思います。また更新していきますので、よろしくお願いします。